阪神2軍中川隼人全打席出塁4打数4安打1四球。阪神中川がウエスタンリーグで自己最多の4安打を放ったオリックス戦に7番捕手で先発し、初回の左前的自打を皮切りに安打を量産し、8回には四球で出塁し5出塁。和田2軍監督は、勝負強い、持ち味を発揮できている、投てる捕手として評価しつつ、まだバタついているところがある、と守備力向上に期待した。若武者は、打率も盗塁阻止率も3割以上、すべて3割以上で、都2軍戦での目標を掲げた。梅野、坂本に続く捕手がそろそろ頭角を現してほしい。数年後のことはわからないけど、打てる捕手だったら1番から8番までさらに隙のない打線を作れるかもしれない。京都国際で甲子園出場した試合をテレビで見た時からいいキャッチャーだなと思ってて、個人的に応援しています。一軍で活躍できる日を心待ちにしてます。あとは守備がどうかだな。片山、坂井田あたりはかなり厳しい立場になりそう。打てる捕手になるに越したことはないけど、チャンスで最低限を打てる打者になってくれればまずは OK。 それよりも和田さんが言うようにキャッチングやブロッキング、配球等の捕手としての能力アップに勤しんでほしいね。期待してるので頑張ってください。ちょっとこれ中川今すぐ上げた方がいいんじゃないかな。これ星として育て上げれたら10年間は優勝争いできるぞ。だから上げても使わんから意味ないって。岡田監督の間は2軍にいた方が試合に出れるよ。全出塁やん中川、素晴らしいで。中川全打席出塁、素晴らしい。ボールは振らない中川、素直なスイング、コンタクトもできる、いいね。中川いつぼってフォントバットの出がいいよな。中川は少なくとも2軍で最優先で試合出せよな。中川長坂と交代で上げて週2で、それこそベテランピッチャーにしとか自分で考えられる大竹と組ませてあげたい。2軍レベルに慣れさせたくないよな。スパイスは中川くんメインで使ってほしいわ。平健妻さんと星として成長戦やろう。西は複数年で余裕あるし、中川育ててほしいんやけどな。中川組ませるとしたら西の時やるな。門別と組ますとお互い教えられないから経験にならない。でもほんまにそろそろ次世代捕手は育てなあかんわ。大量点差の試合で中川使い始めるくらいはしてほしい。あれだけ打てると中川は使いたいよね。特に捕手は経験が全てやから。交流戦の DH でもいいから中川のバッティング一軍で通用するかちょっと試してほしいわな。中川はここ2年2軍で295で3本塁打、265で3本塁打と成績は残してるので、今年上に来てもおかしくはない。第3捕手と代打として使える。今の成績だと交流戦で DH 起用&試合前に一軍投手のボールを受けるとかで昇格ありそう。中川を DH で上げて仮に結果出したってほとんど意味ないことやろ。中川はキャッチャーやから、キャッチャーとしての能力とともに一軍で活躍できるようにならんと。守備もやらんすんやったら交流戦ぐらいに上げるの賛成やで。確かにそうやな。キャッチャーとして育ててるわけやからな。中川は一旦2軍に落としたローテピッチャーと下でバッテリー組ませてセットで昇格からも試しスタメンとかがええんやが、ちょうど青柳がおるからいろいろ勉強になるかもしれんね。甲子園あんまり見ないけど、中川って最後の試合前川の高校に負けてるんやな。それが今は同じチームか。和田が中川の保守能力を問うなら4試合に1回先発ささず頻度を上げろ。片山のとこも中川先発へ。中川何本打っても守備鍛えないとあかんから昇格できないのか、悩ましい話やで。中川は自然にバッと出る感じが良いよな。梅のあいつ見ても苦しそうにスイングしてるし、同じような身長なんだし見習えや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。